あら、じゃあルカちゃんからのデート断んなきゃよかったわ。せっかく向こうから誘ってくれたのに。今来た、いらっしゃいませ。恋愛が OK だから恋愛よ。ハシミンバイバイって。ちょっとね、ハシミ君を構ってる暇はないかなって。今の週ではトメちゃん痩せた？ちょっ、ああのね、昨日帰ってきてから体重測ったら2キロ痩せてた。あ、ルータン、あ、よしよし、まあ落ち着いて。あれあれ、でもこれに OK、 そうじゃ、2週デートできないもんね。そう、今度の日曜空いてるだろ。そうだよね、これ OK したら2週にならないもんね。ダメなの。そっか、わっ、じゃあ他の子誘ってみよう。誰？コウとか。えなんてね。あ、それはそれではかどるわ。また今度な。それはそれではかどるわ。ねえ男同士かつ兄弟なんて、それはそれではかどるわ。ね、薄い方が熱くなるわ。あ、そうだ、私ね、あのエマルジョンさんっていうね人からすごいアイテムもらったんだよな。わかる？これクリアファイルなんだけど、3人で写真が撮れるようになるクリアファイル。すごいよね、すごい綺麗な絵だよね。あと今日影朗さん、ここありがとうございます。これ今度何かに使えそうだなと思って。黒子さんもありがとうございます。そしてエマルジョンさん、ありがとうございます。公式じゃない。収まるってちょっと難しい。窓に化け物が張り付いてるように見えるわって、失礼ね。セーブしよう。あ、で今ハスミのとこに行ったらハスミくんルートがあれなんだ。じゃあセーブしとこう。よし、じゃあここでセーブをしといて、1周目の文化祭も。そう、私の顔がね大きすぎて枠に収まらないんだよね。リアルサウンド削れるわって。今の絵面サイレンで見たわって、どういうことさ。もしもし、あ、ルー、おかまだけど大丈夫？俺も電話かかってこないかなって。めちゃが紹介してはよって伝えなきゃってね。じゃあまず19日に予定を入れて、フォトショーすればいいの？あ、そうだね。じゃあルートもアルパカを見に行こうかな。じゃあアルパカを見に行きましょう。お構いだけど大丈夫って。あ、過去にスケボー帰ってもらったことがある。お、それもいいけど今も会いたい。ダメ？いいよ。ねえ。いいよ、女の子は支度に時間かかるもんな。いやーん、これ声真似でもいいからやってほしい。オッケー、約束のチューする？する？する？します？まあ、うん、バイバイ。いやーん、まあでもできれば本人のを聞きたいな。できれば過ぎた本人の聞きたい。2000ポイントも広告ありがとうございます。ごめんね、読めなくて。と、じゃあ勉強しましょうかな。あ、でも気配りがあれだから、じゃあみおちゃんと遊ぼう。一般会員だから追い出されちゃったわって。わー、ブー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 、ライライって聞こえたわ。あ、ハチマキ見に来たよ、いらっしゃいませ、アメリカから。じゃあやっぱり二人三脚かな。
じゃあはい、やっぱ二人三脚で。前王様転がし超難しかったからさ。あ、ここでタイラーのフラグを折っておかないと。ありがとうありがとう。そうだね、また逃げた。もうタイラー、あ、まやさんここありがとうございます。もうタイラーにちょっかい出したらまずいんだよね確かね。もう相手決まってんのかな。カレールーってトミエ、お、あ、ルーイラつく。小さい声でん、パートナー決まった。まだセーフ。行こう行こう行こう。ラブラブじゃねえか。でもこれ難しいんだよな地味に。頑張るわ、最後の年だから1位取れるように。位置についてよーい。右ほい、左ほい、右ほい、左ほい、右ほい、左、はい、右、は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 い、あー。ライライライ。ライ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 。餅つき。一等賞。やったー。よかったー。愛し合ってるからね。わお。すごい、愛し合いながら。あ、そっか、愛し合いながら二人三脚したから最後ライライって言ったのね。ん？久しぶり本気で走った。うん。えらい。すごい先走りだったわ。ライチュウ、ライチュウの鳴き声ライライなの？やったね、一等賞。うん、扇風機つけた。さ、フォークダンス。ライチューってライライって言うんだ。はあ、やっと回ってきた。よしよし、いい感じ。お待たせしました。おとなしく待ってたご褒美に2回踊っていい？いいよ。次誰だろう、こうちゃんかな。あ、あらあら、おら、え、出せ、踊るぞ。いやー強引でも好き。大丈夫、ライライするってどういうこと。あ、ニーナくん、あ、そうなの。どうもよろしく。どうもどうも。あ、軽いわ。あ、ここで触れてはいけない。あーん。触れたかったけど。あ、設楽先輩と6回デートし、あ、そっか、6回デートするっていう必要があるんだ。どうなんだろう、好感度どうなんだろう。ちょっとちゃんみよに聞いてみよう。ライライさん、広告ありがとうございます。さようなら、タイラー。何で、もしもし、何、アイリーさんも広告ありがとうございます。アラスさんね、ちょっと心配だよね。そうか、うん、待って、こう、どんな感じ。あ、ちょっとしぼんだ。断ったからかな。で、こうちゃんはいい感じ。嵐さん。嵐さん。ニーナくん普通。玉尾先輩と、おー。まあ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 。で、ミオちゃんとカレンちゃんはバッチリ。断ったから、ちょっと嵐さんがなんでひねくれてんのかがわかんない。他には？なんでだろう。え、デートしてないよね。え？そう。デートしてないのに嫌われるなんてなんでだろう。あ、気に入らない呼び方したからかな。構えもしないで、かつ気に入らない呼び方をしたからこうなったのかな。水族館、水中トンネル。あー、じゃあルート行こうかな。じゃあ今週もルカくん。おかまってバレた。太ってない、太ってるからって。ひどいねそれ。俺も電話かかってこないかな。太ってるから嫌われるの。私がベイブだから。
私がベイブだから悪いの？臭い臭いからとかひどくないちゃんと私 AG プラスしてますあ、マツコさんここがありがとうございます。じゃあ水族館に行かない？それもいいけど、あ、今も会いたい。ダメ？ダメ。え、でもいいよ。あ、女の子は下手に違うのかな。テーマとの親密度は関係ない。そうなの？オッケー、約束のチューする。あ、そうなんだ。うん、いろいろ条件があるんだね。嵐さんデブ苦手そう。確かに脱毛して、嵐さん厳しそうだね。うん、ポケモン GO やってたねって。やってた、やってた。昨日今日でかなり頑張ったよ。ただもう暑いほんと溶けちゃいそう。じゃあ魅力をアップアップ。よし、日焼け、うん、日焼けめっちゃした。顔今真っ赤だもん。バンビ、お、一緒に帰ろ帰ろ帰ろ。カレン、じゃあ一緒に帰ろ。お、天塩さんありがとうございます。広告声かけて正解え、ニコニコ市場の黒電話誰か買ってるって嘘でしょ買う人いるの最近の教会の噂知ってる？お、わかんない。教会の懺悔室で恋愛相談に乗ってくれるんだって。いいのかなそんなの。占いもしてくれて冷房つけてるよ。それがよく当たるって何でも星の導きによって。ミオちゃんじゃんまさか。そうってミオに聞いてみたんだけど知らないって。あら、デマみたい。しらばっくれてんじゃない。ミオ結構有名人だから変な噂作られちゃったんだね。確かにあ、そっか、ミーとゲイだったそうだそうだそうだ、ミーとゲイだった。そういえばうちだ猫かミーってあ、黒電話さんありがとうございます広告。お、パーフェクトどこのピンクレディって。今週はバッチリ頑張ったよね。最近輝いてる。お、お前恋してるの？最近めっちゃ男と寝てます。やったねここ1週間でここ1週間で3人ぐらいと寝ました聞きたくないってそれが何の偶然かさ、あのね、何の偶然かゆうすけ、ようすけ、けんすけだったの何の偶然か知らないんだけど、相手がゆうすけ、あ、違う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 、あ、ゆうすけ、ようすけ、けんすけだったのだからなんか次にまた好き来たらちょっとなんかこれは何かあるのかなって思っちゃうそうそうそう名前したぐらいなら大丈夫でしょそう、すけシリーズだったんだよね。前この服は前着てったから、あ、じゃあ指輪つけたら属性変わらないかな。よし、これでいきましょう。初見と思ったら立ち見シーンっていらっしゃいませ、立ち見シーンにいいな、モテモテ。あのデブ戦の方から非常に声がかかりまして待ったでしょ。この辺さ、あ、タンクトップ。覗き悪い奴が出るだろ。あー、タンクトップ。ヒーローっぽい。お揃いにすればよかった行こう行こう。ん、せっかくお揃いのタンクトップ買ったのに。来る、びっくりした山下清じゃありません。今度から予告してあとねえなんで立ち見 B があんなに元気なんだろう。あ、立ち見 C の人もいらっしゃいませ。使ってるよ。うん、レイジースーさんで買ったんだもん。安心した、気に入ってくれたみたいで。うんでも喜んでくれるみたい。ちなみに陽介とは体の相性がバッチリで2日連続でしましたアルパカ牧場を見に行こう。うん、立ち見 C さんもいらっしゃい。アルパカ乗れるかな。ダメよ乗ったらんやめなさいよっていいよ、おいで、もっとおいで。トメちゃんのリアルな性生活がこっちのこと。誰が一番良かった。あー、
でもゆうすけもよ、ゆうすけよかったわ。入ってみりゃ分かるか。行こう、富江。うん、入ってみたら。何？ねえ、入れてみたら分かるよ。いいよ、おいで。まあ、あ、後部圭吾さん、またこっちのこと。やっぱサンデーじゃねえのって何なのその、やっぱさ、やっぱりサンデーじゃねえのっていうの。後部さんは何なんだろうそのセリフ。みんな体格良い。うん、こいつら体格良かったのは陽介かな。私より大きかったもん。ん？すごい大きかった、背が。私が見上げちゃうぐらい大きかった。おいで、もっとおいで。あ、かわいい、こうちゃんアルパカかわいい、大きい猫。離れたらダメだ。あら、せいちゃんアルパカイケメンだな。それかなりでかいわねって。よいしょ。それって人間って。こっちのこと。失礼な。私は何人外ってやるの。え、真ん中かな。あ、 1?1 なの。ちょっとこのバカにした感じなの。ああ、聞いたことある、実物こんななんだ。へえ。何、うん、いいよ、おいで、もっとおいで。我慢我慢。こっちのこと。確か牛みたいだね。あ、なるほど、サンデーじゃねえのは跡部様が日曜日に間違って投稿しちゃった。そうなの、そうなの。アトベ様が日曜日に間違って投稿したときに、やっぱりサンデーじゃねえのって言ったの。あ、そう。そんなストーリーがあったのね。しかもヘリ似てる、パラシュート。嘘、本当だ。いや、さすがだね。いいよ、おいで、もっと。さすがアトベ様は、やっぱちょっとこっちのこと。すごいセンスだね。あ、ゆうすけさん、ゆうすけさん。絶対本人じゃないわ、ゆうすけさん。お前、そろそろ時間だろ。え、さて、お家に帰らなきゃ。あら、ゆっくりしていかないの。もっとこっち、ねえ、おいで。デート終わらせられなくなっちゃうじゃん。ねえ、富江、もう少しだけいいだろ。いいよ。何、もっとこっち。で、おいで、我慢我慢。なるほど、サンデーじゃねえのって。ウケる。いや、ほんと。アトベ様、ウケるな。じゃ、行こう。うん。じゃ、また寸止めプレイか。ホテルに行こうって。あ、追い出されて C まで飛んだわって。こんな時間があればいいのにな。ねえ。びっくり。あ、どうしたらいいんだろう。あ、じゃあこれか。どこまで見えてる？よし。ずっとこうしていられれば、もっと甘えていいから。あ、違うか、これか。もう。ホバー移動も見慣れてきたわって。黙って見つめられるの。我慢我慢。ダメだって。これか。それ以上すると、俺、どこまで見えてる？よいしょ。おう、さあ。これ油断すると8時いかないからな。ダメだって、もう。セグウェイね。これ誰かさ、イラスト描ける人描いてくんないかな、そのうち。あの、ルカ君にセグウェイに乗りながら、あの、誰か、エジさん、セグウェイに乗りながら、ルカ君と大接近モードしてるイラスト描いてくださいって。ね、絶対描ける人いるって。絵上手な人多いもん。もう、さ。もしかしたらもう着手してる人がいるかもね。あ、エッチな目かけましたって。あ、ついちゃったな。油断したー。油断したー。もう。え、富江の絵ピクシブにあったよ。なんであるの。お礼を言うのはこっち。あん、じゃあおやすみ。おやすみ。あと、うん、いいよ。私の絵がピクシブにあるってどういうことなの。もう少しここにいる。え、なに、私の、富江の絵があるの。富江のイラストがあるの。油断しすぎよ、ごめんね。あ、ルーからメール。はいはいはい。かばれ。富江で出てくんのかな。グロタグ、グロ注意タグついてるって。それで本当についてたらショックだな。富江ちゃんのイラストかっこグロ注意ですとか。
探したらあったあるんだ。すごいいるんだね。私の絵を描い、 GS の絵じゃなくて私の絵を描いてくれる人がいるんだ。あ、アトベ様広告ありがとうございます。本当にあったわここは注意かも今見たけどある意味グロだったってどういうことさ。あ、じゃあせっかくだからタンクトップでいきましょう。あ、違う。ドゥル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 ドゥ。あ、セクシーキュートナチュラルわーおわーおだわじゃあせめてウルトラナチュラルに。はい、じゃあこれ脱線なんだろう、サスケとかに出てきそう健康的な女ねって山下清美ねって。あ、なーん、え、なんでなんで、なんかゲイバーガーみたいな服着てるのまたカズレーサーになっちゃった。じゃあもうちょっとこっち。なんだ、せっかくお揃いかと思ったのに。おとなしく待ってたご褒美。はいはい。何？はい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 。こっち来る。びっくりした。今度からは予告して。うん。あれ、その服同じやつ俺も持ってるよ。だから着てきたのに。でカズレーザーって。来てくればよかった。そうだよ、ラブラブっぽくなれた。ねえ、残念太ったってうるせえ118からは痩せました。いろいろやってる。お、どれ見よっか。私はでも水中トンネルかな。うん、和骨あれ太ったって感じする。何よ、みんな揃って。あの118から増えなくなった。すげえ。お、初めて見た。うん、魚がさ、空飛んでるみたいだねえ、綺麗ね。うん、いいよ、おいで、もっとおいで。たい、我慢我慢。おこっちのこと体重計の限界が118キロ疑惑ってでも昨日ポケボン GO 1日やって頑張ったら115になってたもん。何これ、真ん中かな、荷っぽいよね、人魚になった気分あと、あ、延長、はい、延長します。はい、 OK です。人魚になった気分。じゃあ俺も。うん男の人魚ってさ、やっぱ半魚人ってことあんたが人魚やったら私より綺麗になっちゃうきっと。あ、やったね、バッテリー好印象。さあ今日早いね、時間経つの。え、なんかすごいあっという間に感じる。もう延長つ、ありがとうございます。どんなに一緒にいたくても離れなきゃいけない。うんうん、悔しいけど子供なんだな。私ルカちゃんの倍の年よ。ん？ってことはルカちゃんくらいの子供がいてもおかしくないってことだよね、私。もっと我慢我慢。こっちのこと。そうよね、私ルカちゃんぐらいの年の子がいても別にそうおかしくはないっていうレベルだよね。もう少しだけいいだろう。ええよ。もっとこっち。ええで、ええで。おいで。我慢我慢。そうねって。そうだよね。ちょっと私がヤンパパだったら別におかしくないよね。うん、大丈夫だよ。うん。じゃあ、行こう。行きましょう。さあ、頑張ってきた。あ、セグウェイ系男子さん、ありがとうございます、広告。襟がピーンって。毎日、こんな時間があればいいのにな。もう私はそんな、ちゃんと 40% 行こう。どうしたらいいんだろう。40%、ずっとこうしていられる。甘えていいから。ダメだって、もう。なんか上昇値がやっぱ少ない気がするんだよな。40%。どこまで見えてる？ずっとこうしていられる。もっと甘えていいから。だって成功しても 1% しか上がらないんだけど。愛のってもう。なんで？俺、どこまで見えてる？なんでこんな上がりにくくなってんだろう。ずっとこうしていられれば。ダメだって、もう。
トミエガード。エリーに目が行く、確かに。ちなみに、効果。それは、本気効果。それ以上すると、何俺、効果。どうしたら、もう、さ、どこまで見えてる肩にチーズがついてる。確かに、チーズに見えてきたかも。もっと甘えていいから。さあ、もうちょっとで40。さあ、頑張れ頑張れ、私。どうずっとこうしていられれば。よしよしよし。もう、よしよしよし。よしよしよし。よし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 。あぶねえ。ごめん。まだ返せない。あぶねえ。危ない危ない危ない。油断できないな。続けて。行かれる。もっと近くでして。甘えてるんだ。行かれるって。そんなに感じた？あ、感じた。すげえ。え、どれどれ？いいよ。え？もうすげえ。え、どれよ？アースッキー、アースッキー言ってないでさ、教えてよ。ちょっとドキドキしてきた。あ、そう？甘えてるんだ。そんなこちょこちょじゃまだまだ。これか？これか？これか？すげえ。あら、どれ？ちょっと。これか？どうぞ、続けて。80杯いかないで、ああ！ちょっと、どれやねん。ちょっとドキドキしてきた。ムカちゃん難しいね。あ、ご報告ありがとうございます。あれ何？ドキドキしてきた。ちょっとどれ？そう、もっと近くでしてみ。あら、これ危ないんじゃない？そんなこちょこちょじゃいいよ。どれ？もっとやって。いやー、シックス。もう言え。シックスだ。このドスケベって。さすが狙ってないよ狙ってないよ狙ってないよ本当。お礼を言うのはこっち。じゃあおやすみ。おやすみ。あああら、親友にならない。ああれか、6回デートしてないから、6回デートしてないからかな。デート、設楽先輩とのデートが足りなかった？ちょっと、誠司さん、せいちゃんの好感度、ルカ君より上げなきゃ。え、そうなの？あ、そうなの？じゃあ、初見ですよ。とめちゃん可愛いけど動画と違う。地味に地味にグサッとくる。とめちゃん可愛いけど動画と違うって言うわね。そう、福井。動画と違うわ、結構傷つく。でも確かに足り、あの動画と違うよね。うん、それは否定できないわ。あとの30分は政治ラッシュで行こうよって。フォトショーは使ってません。そういう、何キロ増えたと思ってんの。見っけた。もうルカちゃんいっぱいデートしたじゃん。よしよし、まあ落ち着いて。うん、あのさ、今度の日曜空いてるだろ。開けてるけど。ゲーセン行こう。ちょっとスコア気になって。いや、誠司さんとデートします。ごめんね。そっか。あ、切ない。115キロと魅力がたっぷりよ。いや、ほら急だったし。パート1に比べて35キロぐらいかな。うん。作画崩壊って。最近とめちゃん作画が崩壊してるって。大丈夫。じゃあね。すごいわ、私作画崩壊したのね。35キロとって。もう40キロぐらい太ったかな。せいちゃんとでも3回くらいはしてると思うんだよね。とみーちゃんの作画キャベツ。あ、ルーの誕生日もちろん買います。お、お酢姫様なんて言うんだろう。ありがとうございます。声がふっくらしてる。声が太ったって最近言われるんだよね。イルカのオブジェ、ストレス太り。うん、ストレス太りだと思う。だって
散々、2年近く無職からのいきなり社会復帰だから